傷ついた天使は、フィンランドの象徴派の画家、ヒューゴ・シンベリの作品。彼の代表作であり、2006年のアテネウム、美術館で行われたアンケートでは、フィンランドの国家の絵に選ばれた。シンベリの他の作品と同様に、この、傷ついた天使もメランコリックな雰囲気に満ちている。中央の、両目を覆った天使の姿をした少女の羽からは、血が流れている。彼女を、 くすんだ色の洋服を着た少年たちが担いでいる。右側の少年のまっすぐ淡々とした視線はこの絵画を干渉する人間を挑発しているようでもあるが、その目つきからは少女を助けようとしているのか、それとも彼が傷つけたのかは、はっきりしない。似つかわしくない大人びた装いの少年たちには、やはり彼らのしていることも似つかわしくないように見える。 おそらく彼ら自身の運命もまた危ういバランスの上に成り立っていることを示しているのだろう。彼らの仕事は背景にもそのまま現れている。この風景がどんな気晴らしを与えてくれるのだろうか。天使の神話とも合致するように少女の両足が地面についていないことは非常に重要である。そしてその天使は裸足だ。それを 死の象徴と見る文化はいくつもある。しかしまた、天使が松行き草の一房を握りしめていることを、見落としてはならない。それは、癒しと再生のシンボルなのだ。シンベリ自身は、あらゆる解釈を与えることを拒絶し、見る人それぞれが結論を引き出すべきだとしている。だが、かつて、シンベリが髄膜炎を患っており、この絵が回復する力の源となったことは、 有名である。この事実は、傷ついた天使にある暗優的な味方をすることを誘う。髄膜炎とは、首元がひどくこわばる症状として知られている。さらには、無気力やめまいもそうだ。これらはすべて、中央の少女の継承に当てはまらないだろうか。また、結核性髄膜炎とは上肺やを作家するもので、ある。彼女の背中にあるものを羽ではなく肺のイメージで、 読み替えてみるならば、このような診断は羽にある小さな傷の説明にもなる。1905年から6年にかけてタンペレ大聖堂にフレスコ画を描くというオファーをシンベリは受けた。その作品の一つにより大きなサイズの傷ついた天使がある。これはシンベリ自身も気に入っていたという。フィンランドのカルチャーの中では この絵から派生した作品がよく見られる。有名なものでは、ウニクルビとナイトウィッシュによるミュージックビデオがある。背景は、ヘルシンキのエラインタル派で、画面の奥の水辺は、トーロンワンである。ホボイチューナットエンケーリーボイティオネスタイクセン、アテネウミンマーメ、トーラスタアーカイブド2008年3月12日、アットザウェイバックマシン、ヘルシングインサノマト、 2 December 2006A.B. The Wounded Angel at the Archinium Web Site Hot YouTube アニエクラバイ S ルーティセードミュージックビデオ Hot YouTube ナイトウィッシュ S アマランスミュージックビデオハットレパニンマルコマロクシンアスチュミネンほぼいちゅうナットエンケーリーイレエントラカサエソテリネンマーンチェで J.A. ペリフェリアテラピア16.4 2010ありがとうございます